お店の会見で自主避難者の方について帰還されない方の理由の分析というのを福島県が中心になって、で連休明けには一つの心情をつかむというようなことをお話しされたと思いますが、ゴールデンウィーク明けに復興庁として何らかの分析結果を公表するというお考えなんでしょうか。いや、ですからまず福島県のその調査といいますか、そういったものをよく聞かせていただいて、その上で、まあ校長が窓口になるか福島県が窓口になるかは決めてませんが、そういったことをしっかり、把握して対応していきたいというふうに思います。じゃあ校長か福島県がどちらかがこうそういった分析結果というのを公表されるというお考えですか。まあ、公表するというよりもそこをしっかりまず把握しておくということですね。公表するかは分からない。はい、そうです。はい、先ほどあの原発事故の自主避難の質問出ましたが、その関連ですが、ですね、実際にですね、もうすでに、まあ、3月いっぱいで打ち切られて、中には、雇用促進住宅がですね追い出されて、まあ、ホームレス状態になったりとか、行き場がなくて貯金崩してですね、ウィークリーマンションで暮らしているような方もいらっしゃるようなんですけれども、住む場所がない、それから追い出しをかかっていて、もうここに住み込むしかないという方も増えてるんですけれども、本当に個別調査っていう形でやっぱり政府がベーシックなやっぱ政策をですね、もう一回災害救助法をですね延長するとかですね、とりあえず当面の緊急策をやっぱり国が打ち出さないと実態に合わないと思うんですが、それについての検討ってのはどういうふうにされる。いろんな方がいらっしゃいます。そういったものもよく聞いてから対応したいと思います。把握できるんでしょうか。もういいよ、もうやめてくださいよ。他の人どうぞ。